ビフォーアフターで2枚の写真をまず見ていただきたいと思うんですけれども、これがビフォーですね。手の甲を見ていただければと思うんですが、これがアフターですね。ある程度も完治をしているんですけれども、実は、これに患っていた日露協会の事務局長である飯島純一さん、今日訪ねて、お話を聞きたいと思うんですが、よろしくお願いします。はい、お願いします。今飯島さんはもう手の甲はだいぶ、はい、全くそんなことはないですね。そうですね。これは、病院に通ってたと聞いたんですけれども、それでもあまり芳しくなかったと。そうですね。病院の軟膏をしばらく塗ってたんですけど、あんまり変化がなかったですね。でその後はうちの魔法のシャボン玉ですよね、はい、これを使って、やや、2月3月ぐらいですかね、ずっと笑ってまして、でだんだんこう回復してきたっていうか、なくなってなりましたね。これは内容量が 280ml ですから、それを 2、3ヶ月くらいですか。そうですね。それで、こう普通にそれを手につけて水で洗うと。朝昼晩、朝昼晩ですね。昼はなかなかないですけど、朝晩は、朝晩は自宅の冷えソルトと同じで置いてやりますから。それでもう今はもう全くないですね。今全く、綺麗ですよね。ありがとうございます。はい。